ロマンカゴルフ作家篠原です。ヒンダ爆裂レポート、今回は M3、M4 テーラーメイドのドライバーをテストしたいと思います。テーラーメイドの M3 と M4 です。まあ、M1、M2 が、初代2代目と出て、3代目っていうのがこの、M シリーズとしては M3 と M4 になります。まあ、M3 の方は、こういう感じでこの、バランスウェイトですね、動かせるようになってまして、まあ、これはね一番こう後方にして優しくした状態なんですけど、こちら側の縦の方にも動かせますので、これがね実はちょっとコース持ってくる前に計測器でちょっと確認したんですけども、400回転ぐらい変わりますね。だから、まあ、ちょっと面白いなというふうに思います。で、こちらの M4 の方はそういう調整機能がついてないんですけれども、まあこれは前回で言うと M2 と同じ感じで、まあとにかくテーラーメイドといえば飛びですので、ちょっと打っていきたいと思います。テーラーメイド M3 ドライバー、M4 ドライバー打ってきました。まずですね、この新しく銀になった部分なんですけども、これはね、なんか僕は機械的にいいななんていうふうに思ったんですけど、まあ、実際現場に行ってみると、まあ、白とそんなに差はないように感じましたね。まあだからその部分での新しさみたいなものは、基本的にはないんですけれども、もうね、単に言いますと、今全体的にドライバーここのところで出るものが優しくみたいな傾向のものが多いんですけど、そこからねなんか反発してるものをすごい感じました。っていうのは、まあ一言で言ってしまえばそれを難しいっていうふうになるのかどうかちょっとわからないですけども、敏感です。敏感っていうのは弾道をね、自分でこうしたいああしたいみたいなのでこう言ってくれみたいなことに非常に敏感に反応するドライバーです。ですので球の高低左右右左の、まあ、スライスフック、含めて非常にね敏感に打てます。ですので球曲げて、打って、もしくは同じボールを持ち球としてかっちり確立している上級者には、ちょっと他に 例がないぐらい敏感で面白いクラブだと思います。で、まあテーラーメイドですので、このハンマーヘッドテクノロジーっていうね、このなんかバーがこうあって、あ、リブがねこういう風にできたところで反発云々っていうのに頼らなくてもテーラーメイドですので飛びます。ただ今言ったようなただ飛ぶだけではなくツアーの要求に応えたみたいなね側面を非常に感じるドライバーでした。で、M3 のこの樹脂、今ね一番後ろにちょっとラウンド中いろいろいじって下げましたけど、これね結構敏感に感じますね。これはなかなか面白かったです。今までの M1 も変わるなと思いましたけど、それ以上に変わります。で、ちょっと注意したいのは打音が結構ね、あの金属的なあのかなり大きい甲高い打音が出るんです、どちらも。で、M3 はねこのねウエイトの場所を変えるとね少し打音が変わります。まあ極端になんかあの全然近くなっちゃうっていうことじゃないんですけど、響き方がちょっと違うなって個人的には思ったりしました。このあたりは好みだと思います。テラメイド M3、M4、まあ、M1、M2 の初代2代目できて3代目で名前を変えるっていうところはテクノロジーというかクラブ自身に自信があるからだというふうな話なんですけども、まあちょっとね挑発的というか使えるもんなら使ってみなさいっていうドライバーだというふうに僕は感じました。挑発に乗って、で、自分独自の世界、まあこの M3、M1、M4 じゃないとできないゴルフみたいなものもあるんだってことを証明したい方はぜひ挑戦してみてください。金の爆裂レポート、ロマンカゴルフ作家篠原がお伝えしました。